もう本当にベルトが欲しいというか、階級制覇するために階級変更してベルト返上したんで、ベルトへの執着が、はい、今湧いてますね。怪物ノイリン・マサキ、ただひたすら強さを追い求め、 K1 最高峰と称されるテクニックを磨き上げてきたノイリ。2017年には絶対王者ゲオ・ウィラサクレックの牙城を破り、スーパーライト級王座を体感。それでもノイリの最強への歩みは止まらない。2018年からはウェルター級に転向、2階級制覇を狙い、強豪外国人相手にしのぎを削ってきた。目下4連勝中のノイリだが、ここ3戦は全て判定勝利。 K1 最強の呼び声高いノイリに求められるのは勝利のその先、 KO。まあ、結構いろんな人にそれに関しては言われてて、まあ、なんで倒せないのとか、ちょっとウェルトは通用しないんじゃないのって言われてて、そういろんな人にいろいろ言われて、まあ、僕もいろいろ溜まってるんで、それを、はい、今回は倒して発散したいなとは思いますね。 KO 勝利に飢えた怪物が目指すのは K1 最強の証であるチャンピオンベルト。こういうコロナっていう状況になってしまったんで、なかなか難しいと思うんですけど、だからこそ余計なんかベルトへの執着が、はい、今湧いてますね。タイトルマッチが組まれるのか、そのトーナメントになるのかは分かんないですけど、まあ、その時が来るまで僕は用意された相手を一人一人倒すだけなんで。今回ノイリに用意された相手はムエタイの巨像、プライチュンポンソーシーソムポン。最強伝説を作り上げてきたゲーオウィラサクレック、現ライト級王者ゴンナパーウィラサクレックに続く新たなるムエタイファイタープライチュンポン。激闘が繰り広げられているタイのテレビマッチマックスムエタイの常連選手として97戦を戦ってきた。サウスポーから繰り出す蹴りをはじめ、多彩なテクニックで相手を翻弄する技巧派ファイターがノイリに牙を剥く。มันสไตล์ครับเป็นสไตล์ที่แบบว่าคือไม่ปะทะอย่างเงี้ยครับก็คือออกอาวุธไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็คือใช้ IQ ต่อสู้ครับมันจะไม่เจ็บตัวเยอะอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นสไตล์ครับผมก็จะเต็มที่ครับกับไฟนี้ก็คือจะพิสูจน์ให้รู้ว่ามวยไทยก็เป็นที่หนึ่งเหมือนเดิมครับคือก็จะใช้จุดนี้ประสบการณ์ครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับเพื่อให้ได้รับชัยชนะครับไทยの強豪テクニシャンにノイリは、僕が倒すことによって会場が静まり返るじゃないですけど、そういうような経営を僕はしたいなと思ってるんで、タフはタフなと思うんですけど、脳を揺らして倒すよりも僕は気持ちを折って倒してやろうかなと思ってますね。スーパーファイト K1 ウェルター級ノイリ・マサキ VS プライチュンポン・ソーシー・ソムポン。